さあ、始まったよ。あ、ごめんごめん、電波が切れちゃった。東京駅入ります。はい、お疲れ。応援よろしくお願いします。はい、ワト2湘南さんいらっしゃい。さて、このだだっ広い中でスタンプを探さないといけないんだよね。スタンプ、あれ、あのみんなが見たいって言ってる駅は何口になるの？みんなが見たいって言ってる駅は何口？職人さん、ナビゲーション職人さんがいないと分かんないか。音は問題なく聞こえる？八重洲か。八重洲方面、東京駅はもうひたすらだだっ広いかんな。多分一番広い駅は東京だよね。八重洲か。おい、ふわけんさんいらっしゃい。じゃあ気合い入れていきましょう。充電の問題もあるしな。うん、残り 34% か。厳しいな。のんたん充電してくれてっかな。大丈夫かな。はい、大輝さんいらっしゃい。見たいのみんな駅。なんかうまそうなもんいっぱいあんな。おい、丸の内口か。丸の内口はどこだ。八重洲口、八重洲口南、丸の内側の通路。丸の内の方行けばいい。行くよ。丸の内、丸の内側への通路。レストラン街の誘惑ね。いやでも大丈夫だよ、ふわけんさんのアイテムがあるから。 OK、 丸の内ね。いや、みんなに見せますよ。新幹線なんか見せらんねえよ。もう新幹線乗り場で勘弁してくんねえかなあ。新幹線は見せらんないけど、新幹線乗り場で勘弁してくんねえ。ほんと申し訳ないけど、バルスな、あれが新幹線乗り場だから。よろしく。丸の内北口でいいのかな。丸の内北口の方行くよ。丸の内北口。オッケー、丸の内北口で。東京来ても品川や新宿で降りちゃうから東京駅行ったことない。そうだよね。地方の人だと東京駅あんまゆかりないかもね。最近は品川で降りる人多いから。もうひたすらだだっ広いかんな。迷路感はないけど、ひたすらだだっ広いよね。ごめんなバルス。すげえフルーツケーキうまそう。やっべえうまそう。丸の内北口方面に向かってます。お、6アイテムあるんだ。やったぜ。 JR 丸の内地下北口。地下じゃないよね。いや、7アイテムあったらもう絶対いけるっしょ。だってモンスターエナジーの1アイテムで俺半分までクリアしたんだから。で、半分のご褒美でベンティーで全財産ぶっ込んだんだから、もう余裕っしょ。ふわけんアイテムは品川で使おう。品川で3アイテムぐらい使おう。
でもね、なんか今ほんとドラクエみたいなんだよね。なんか回復魔法、回復アイテムみたいだと思う。さっきのあの、なんだっけ、さっきのなんだっけ、スタバ。丸ビルも見れる。ここか。おお、すごいすごいすごい。ここか。あーすごいわ。あーここだ。おお、すごいわ。おお、かっけえ、かっけえ天井。これだ、見たかったのこれでしょ。これでしょ、見たかったのこれでしょ。すごいね、作りすげえわ。この外側から見たいんだよね、多分みんなはね。ちょっと待って、スタンプをその前に、スタンプ後に回しにすっかな。スタンプ後回しにすっか。外から見ようか。すごいね、かっこいいね。やっぱなんかお城みたいだよね。さすが東京駅、すごいわ、かっこいいわ。ちょっと待ってね、外から映してあげる、うん、どっから、あー多分向かいのビルからとかじゃないと。うわー、あーなんだよー、なんかこれ外観がさ、こういうなんかちょっとないよね。これでしょ、みんなが見たかったの外装。なんかね、ちょっと工事中みたいになってるからかっこ悪いわ。こんな感じ、こんな感じ。そうそう、復元したのこれでしょ、見たかったの。やっぱでも東京駅かっこいいよね、かっこいいよね。今おばちゃん和道さんって言ってなかった？嘘でしょ。今なんか60ぐらいのおばあさんに和道さんって言われて目あったんだけど、絶対リスナーじゃないでしょあの年齢。今言ってなかった？今和道さんって言ってたよね。嘘でしょ。おばちゃん一人と目があった。あら和道さんって言われたんだけど、嘘でしょ。あんなマダムの、そう、俺リスナーに抱えてんの言ってなかった？今あら和道さんって言ってなかった？言ってた？嘘でしょ。まあまあまあ、これが限界かな今日は。ちょっとこんな感じでいい？浅井さんよりも多分年上。ちょっとね、引きで取れないわ。なんか外観がね、うまく、その工事中になっててこんな感じでうまく取れない、うん、まさかだよね。でも目があって和道さんって言われたんだよ。じゃあスタンプ取り行くわ。でもまあかっこいいな東京駅は。こっちは丸の内って言って、ほらもうオフィス街ですね。まさかだよね。ステーションホテルの外観、向かいのホテルかっこいいんだよな、うん、後で検証枠いいよ、そんなの検証しないよ。でもなんか言われた気がするんだけど、あら和道さんって目が合った時に、あら和道さん。軽く会釈しよう。どこ行ったらいいんだろうな。ないかな、ここじゃない。ちょっと聞いてみるわ。すいません、あの駅スタンプを探しているんですけれども。南口でございます。ありがとうございます。南口がどこか。南口、なんで1個しか置いてねえんだよ。なんでこんなバカでかい駅で1個なんだよ。もう頭おかしいだろ。
JR の職員に物申してえわ。絶対ね、スタンプの数がおかしいんだって。南口小さい駅が好きだわ。東京駅来たことある人は分かるけど、めちゃめちゃ広いんだよ。ディズニーランドぐらいの大きさあるかんね。本当だよね、ケチかよって思うよね。南口ね。南口、うまそうだな。止まってる？止まってる？いや、地下じゃないよ。動いた？大丈夫？サンタス4話。じゃあ今見えてる人を テストします。サンタス4話なんですか？南口ってどこだよ？南口ってどこだ？何個あんだよ。丸の内、北口、今どこだ、現在地。はぁ、全然ちげえじゃん。はぁ、全然ちげえじゃん。何これ。どうやって行くのこれ。改札くぐらないとダメなの。7、ありがとうございます。何これ、改札くぐらないとダメなのか。八重洲南口じゃないよね。どうしよう。迷路だよ。どうしよう。どうやって行こう。南口、丸の内、南口、どうやって行くの。だって行き方、外に出ないとダメだった。うわ、スタンプ飛ばしてえな、マジで。だってさ、今ここまで来たんだよ、こっから。で、丸の内、南口ってここだよ。どうやって行くの。ここに改札あるから、戻って外行かないとダメじゃん。言ってくれよ、マジで。もう、駅員クソ。駅員マジクソ。もう一回戻ります、さっきのところ。で、外から行くわ。いや、マジでねえわ。丸の内南で合ってるよね。いや、スタンプ回収のロスだから、時間かかってんだよ。ほんで池袋の時に痛い足が。ステーションホテル側っていうのがどっちか分かんないもん。いやー、つらい。足が痛い。東京駅の次の駅なんだっけ。タバコ吸いてえな。こんばんは、ちびたさん。思ってたより壮大な企画になったな。次、有楽町か。
足きついですね。いや、携帯ナビはなしのルールですね。もうリスナーさんのアドバイスだけで行くってい う, こう配信の醍醐味。いや、股関節が今度痛くなる。なんかね、じゅんぐりじゅんぐり巡るんだよね。さっきは膝だったんだけど、今度股関節痛くなった。いやー、リスワン1位とか分かんないっすよ。それは分かんないけど、とりあえずこの企画は達成したいっすね。僕何時間歩いてるかっつったら、今7時間半ずっと歩いてるんですよ。ノンストップで7時間半ノンストップでずっと歩いてて、運動不足はないでしょさすがに。僕30キロぐらいも歩いてるでしょ。あーやべえ、日が沈んできたよ、最悪。そうだね、朝7時に出るべきだったね。ちょっと肌寒くても後半楽になったよね、絶対。失敗したわ、中央口ね、丸の内の。あ、どうも、ヒスです。あ、ヒスさん、どうも。イスイスイス、あそこっすね。あそこ、あありがとうございます。あ、差し入れありがとうございます。新年会で当時行くんです。はい、あ、マジですか、はい、あ、じゃあいただきます、すいません。あそこの、はい、駅のトイレの横にあります。あ、マジですか、はい。いや、助かりました。すいません。あれ、この辺なんすか？いや、僕、松戸です。松戸？松戸で、え、千葉の？さっきまで秋葉にいて、はいはいはい。これからちょっと立石の方に飲みに行きます。へぇー。え、千葉の松戸っすか？そうです。あー。あ、じゃあ偶然だったんすね、本当に。電車で15分ぐらい。あー、いいっすね。すいません、すれ違いで。え、追っかけてくれたんすか、電車で。そうです。いやー、ありがたいっす。ついで出すの。嬉しいっす。うん。ヒーセさん、ちょっと冷めちゃったんだけど。あ、いえいえ、よかったら。もういただきます、ありがとうございます。塩分欲しいって言ってた、糖分。いただきました。しょっぱいも欲しいって言ってた。新年会っすか？そうです。いいっすね。4回目ぐらい。おお。ハートプレゼントありがとう、ちゃんまゆ。結構歩くの早いですね。いや、このペースでももっと早いんですよ。これ多分半分ぐらいのスピードですね。それでももう痛くて痛くて、やばいっすね。革靴でやるもんじゃないっすね、こういうのは。ビッコ引いてましたね、さっき。はい。超痛いっす。近辺歩いてたらどうしようかと思って。あれって。あ、これ台本だろうみたいな。あそこの、はい、どこだっけ、うん、あれだ、よいしょ。赤いポストの横にある。あっ、僕、あっち行けます。了解です。ありがとうございます。いいっす、ありがとうございます。よし、いただきました。そうなんだよ、革靴でやってんだよ、バカだから俺。おー、スタンプあった、スタンプあった。ヒーセさんでした。いやいや、いいよいいよ、別にシビタいいけど、もうね、俺精神が限界来てるから今。あれ、ドラゴンボールスタンプ。お、やっぱ東京駅は悟空なんだ。東京駅はスーパーサイヤ人悟空だって。これやりたいね。これやりたいな、10日からのやつ。東京駅はやっぱ悟空なんだ。いいな。あれ東京駅スタンプ2つあんの、なんでだ。
いや、この革靴はさ、もう奈良の留置所に行った時も起業した時も全部これ、俺、これ履いてたから。これは絶対捨てらんないよ。うん、どんな時も俺の足を支えてくれてた革靴だから、旅配信の時も支えてくれてたし。なんでスタンプ2つあるんだろう。よし、東京駅スタンプどっちが正しいんだ。東京駅、あれ東京駅思ってたのと違うな。あ、東京駅だけでかいスタンプがあるんだ。全く同じ絵柄だけどでっかいのがあるんだ。小さいのでいいや。企画は統一したいから。行きまーす。東京駅、東京駅、あのドラゴンボールライン、あのラインスタンプじゃないや、もう頭おかしいな。あのドラゴンボールスタンプの方が範囲が広いね。どんな絵柄なんだろうね。押してみないと分かんないけど。なんか違うんだよな。なんかね、それじゃないよっていうのがいっぱいあるんだよ。あ、ほんとありがとう10年。今東京駅クリア。12個、13、14、15、16個目です。16個目です。東京駅です。次行きましょう。よし、東京駅。なんか東京駅これじゃない感がすごいんだよな。なんかね、これはいいっていうスタンプとこれじゃないっていうのがある。で、どっち向かえばいいんだ。どっち行けばいいんだろう。いや、彼女できますよ。で、有楽町方面から行くといいですよって言われてたんだっけ。次どうやって行くっつったっけ。もうこっから、ここ最大の難関でしょ。次の駅山手方面、次の駅はなんつったっけ。新橋だっけ。次の駅なんだっけ。有楽町か。有楽町はどこだ。有楽町はどこだ。近そうだな、有楽町は。有楽町ってどこだ。そのまま鳩バス乗り場方向に。鳩バス乗り場、鳩バス乗り場。うわ、かっこいいな。どこだ、鳩バス乗り場って。近い。鳩バス乗り場ってどこだ。あー、鳩バスいっぱいある。これだ。向こうの方でいいの。向こうの方でいい。道島の犬合ってる。左側まっすぐ。これこれだよね、合ってるよね。近いよね。サンキュー、ありがとう。休憩はどこで入れようかな。タバコ吸いたいね、ちょっとね。かっこいいバスがあって写真撮ったじゃない。左側歩けんのか。左側歩くか。ちょっと休憩入れたいね、どっかで。国際フォーラム方面。国際フォーラムってどこにあるんだろう。こっちで合ってるんだよね。ハトバス乗り場の方で。あ、国際フォーラムって書いてある。合ってるわ。こっから夜景の時間帯だよね。すごい綺麗なビルだよ。ほら、すごいよね、なんかゴージャスだよね。国際フォーラムが右。何なんだろうあれ。ショップがかっこよすぎるわ。は、あ、すぐなんだ。問題のじゃあ品川もうすぐか。
7個で商品もらえる。なんかね、ドラゴンボールが難しいらしいよ。その30個集めてなんとかとかいっぱい書いてあった。あー、休憩入れないとまずいな、これ。有楽町すぐ、 OK。 品川遠いらしいよね。品川の間2つは地獄だって、最難関なんだって。頑張んねえと。なんかあれなんですか。バスの向かいか。あー、足が痛え。いや、ちょっと待って、とりあえず有楽町行こう。品川が最大の山場、あの1駅 2.2 キロ。有楽町は銀座口にスタンプあり。おお、ありがとう。充電あと何分ぐらいでできる。充電が切れるのは、今のパソコンが充電切れるのがあと30分。このパソコンは30分で充電切れる。で、携帯電話で多分1時間は配信できるから、あと1時間半後に俺にパソコン届けてもらいたいと、もらえたら嬉しいんだけど。どう、充電の具合どう、パソコン飲んだ今。バッテリー何パーぐらいまで溜まった、それ教えてもらいたいかも。進まない？コンセント挿してる？今何パーって表示されてる。だったらマック入ろうか。だったらマクドナルド入って充電すっか。そうしない？マクドナルドで充電しない？ちょっとロスになるけど、電波が悪い。ちょっとマクドナルドで充電しようか。1時間休憩取っていいっすか、配信外で。1時間休憩取ってもいい、有楽町で。どうだろう。 OK。 じゃあ有楽町で1回1時間マックで携帯、あのパソコン充電します。で、1時間後にスタートしましょう。それで行きましょう。うん、じゃあとりあえず有楽町でスタンプ押しましょう。所持金はあといくらかな。100円あればコーヒー飲めるでしょ。100円マックで110円ある。110円。新橋まで歩いた方がいい。新橋まで歩く。何分ぐらいで充電できるのこれ。1時間ぐらいかな。1時間で1本マックスになるはずだけど。何パーって表示されてるのか見てもらいたい。何分やって何パーなのか見てもらいたいかも。お水？お水はもらわない。そういう貧乏くさいことやりたくない。1時間休憩したら股関節もだいぶ良くなるでしょ。ちょっと休憩入れるのは口惜しいけど、電波の問題だからしょうがないよね。新橋まで行く？いや、Mac で放送はしないよ。見れない？なんで？電源入れてないの？電源入れるんだよ、今度は。今度は電源入れないとダンパー充電されてるか見えないよ。
電源入れて。マスか、俺マックで水はもらわないかな。あーちょっと待って休憩。カチだわ。寝カフェはっていうか所持金がない。あと皆さんご報告あります。今日、今年入って1週間経ちました。皆さんからの支援金額10万円超えました。ありがとうございます。僕の収入10万円超えました。残り10万円頑張ります。ありがとう。だからトータルみんな20万以上俺に課金してることになるね。そうもう1台のレッツノートをのんたんが充電してくれてて、で俺はこっち側のレッツノートを充電するって感じ。ありがとうございます。頑張ります。残り10万今日もしリスワン取れたらね、あの1万減るから残り9万ですね。頑張ります。配信業ありがとうございます。頑張って稼ぎます。めでたいね。めでたいっすね。ほんとリハイシの資金にさせていただきます。すごいね、本当にすごいね。ふわっちは本当可能性の塊だよ。あれ駅か、駅っぽいな。有楽町あまだか、まだかな。有楽町の駅はまだか。これが線路だもんね。もうちょいか。充電行きますよ。マック行きます。あ、1時間休憩入る。マック見つけたら。あれ有楽町の駅、あれここは駅だよな。あったあったあった、駅あった、うん、駅あった。国際フォーラム口、あ、ここ絶対ないな。そうだね、マンスリーじゃないね、リスワンだね。マンスリーはね月末に入る感じだから。あれこっちじゃないっぽいな。反対側。あー、え、何口って言ってたっけ。誰か教えてくれたよね。どこにスタンプあるっつったっけ。あ、痛い痛い痛い。何口って言ってたっけな。誰か書いてくれたよね。銀座口ね。銀座口ね。ありがとう歌子さん。銀座口、有楽町、国際フォーラム口だから反対側だからな。多いな。
け開けましょう、ね、はい、あれ京橋口、何これ銀座口なんかないんだけど、どういうこと京橋口、銀座口ってどこだ、もう一個あんの、このスタンプロスが嫌だよね、もう暗くなってきたし、やべえな、暗くなってきたのはやばい、どこだ銀座口どこだ、あーもう限界、どこだよ銀座口どこだよ、あそのつく縦長なんだね、あーバッテリー切れる、残り 10% だ、バッテリー切れる残り 10%、 とりあえずスタンプ押します、やばいやばい、サボってる暇ない、残り 10%、 ごめんね、ブチッと落ちたらごめんね、日は改めません、やるっつったらやるんです、男はやるって言ったらやるんです、あ銀座口あった、間に合う、やります、ありがとう応援、和道の文字に失敗の文字とかないから、諦めるっていう文字ないから、先、いやいや、いけるいけるいける、今日中にいける、有楽町ゲットです、有楽町ゲットしました、ゲット、やっぱね、あの人気のない駅ほどインクが綺麗の法則、人気のない駅ほどインクがたっぷり溜まってるから綺麗に綺麗になる、うん、半端だよね、じゃあ一回充電します、マクドナルド探して一回充電します、お疲れ様です、オツです、また後で。
お疲れ様。1時間後アツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。